と物金を適達へ。CCM のルークです。私は今姫路に来ています。昨日は姫路市倫理法人会の林会長と一緒に会員さんのお店こちらですね。まあ日本酒がいろんな日本酒が美味しいとても素敵な店で会長とまあいろんな話をしました。まあ今朝は 姫路市倫理法人会のモーニングセミナーに参加させていただいて会員の皆さんと交流を深めることができました今日はトランプの話をしますダーラムアメリカ特別警察官は5月15日2016年アメリカの大統領選挙をめぐるトランプ前大統領とロシア との不透明な関係をめぐる FBI 連邦捜査局の捜査が不適切だったとする報告書を公表しました FBI が分析をせず不確かな情報に基づいて捜査に乗り出したと厳しく批判しましたダーラムさんは 2019年にトランプ前政権下でバー司法長官当時の司法長官ですけれども彼が特別警察官に任命しロシア疑惑をめぐる FBI の捜査の妥当性を調べてきました。トランプや共和党党は捜査をを民主党を関与した魔女狩りだ と非難しており報告書を受けて2024年大統領選挙に向けて党派対立が激化しそうですトランプはダーラムさんの調査では FBI などによる正規の犯罪が明らかになると主張していましたただアメリカのメディアによると まあこれまでまあ偽証容疑で訴追された2まあ二人はまあいずれも無罪となり書類改ざんで当局者が一人が罪を認めただけだとしています報告書は FBI について2016年大統領選挙でトランプ陣営とロシアが 協力関係にあるとの情報を得た後否定情報も踏まえて批判的に分析せず捜査に乗り出したとしており極めて問題だと指摘しました FBI が客観性と信頼性に関する原則に従っていれば問題は 防げたはずだと強調しました。まあ FBI は民主党、特にいわゆるディープステートと深いつながりがあり、まあトランプであるとか共和党に関しては厳しい態度をとっています。まあ一方、同じようなことを民主党がしても、それは調査の対策に入らないというまあおかしな状況が続いているんですね。 こうした状況が少しでも世の中に明らかになり。次期大統領選挙では国民が正しい判断。アメリカの言論の自由を守る判断をしてくれるように切に願っています。アメリカのまあ下院では共和党が過半数を占め。こうしたディープステート絡みのまあいろいろな。 えー、犯罪というかですね、そういう陰謀が明らかになっていくことでしょう。アメリカのこうした政治からは目が離せない状況です。バイデンも近々日本に G7 でやってきます。今アメリカアメリカでは政府予算の上限問題というのが。 非常に深刻な争いになっています世界をリードするアメリカしっかりと正しい道を歩んでほしいと切に願っています以上テキサスのルークでしたチャンネル登録よろしくお願いします